イタリア証券取引所は、イタリアのミラノにある、イタリア最大の証券取引所である、ミラノ証券取引所とも呼ばれる。現在は、ユーロネクストの子会社、ボースサイタリアーナ SPA が運営している。1808年に1月16日に設立。以降、1998年まで、国営企業として運営されていた。1998年に、銀行団に売却され、 2007年までその参加で運営された。2007年10月1日にロンドン証券取引所グループに買収され同社の完全子会社となっていたが、2021年4月29日にユーロネクストによる買収を受け同社の子会社となった。主要な株式の通常取引時間は午前9時5分から午後5時35分までである。土曜、日曜及び祝日は休場となる。 市場の種類によって取引時間は異なるので詳細は取引所のサイトを参照のこと。イタリア証券取引所が発表する株価指数としてはイタリア国内の時価総額の8割を占める大型株40銘柄で構成されるフッツィミブ指数や大型株、中型株、小型株の計224銘柄で構成されるフッツィイイタリアオールシェアなどがある。 ありがとうございます。